やろうと思ってたんですけど、昨日はなかなか寝れなくてアドレナリンが出てて。こんにちは。嬉しいです。そんな寂しがってくださる皆さんがいて、いいのは幸せ者だなって思いますね。こんにちは。そうですよね。なんかみんなすっごい嘘だよがめっちゃくんねんけど 嘘だと言ってってこと？卒業。大丈夫だよな、まだまだ生きていくので。とほほ。泣いてくれたのごめんね、悲しませちゃって。めっちゃ寝起きの顔やねんけど、ごめんね。でもなんかずっと言えない時期というか、もやもや、いやな、本当に隠し事できない人だからさ、ずっと言いたくて言いたくて、ずっとという決まってからね、みんなに早く報告というか、やってんのはすっきりした気持ちです。 願掛け。電話して。ぜひ、まだ卒業ツイートいいねしてない方、いいねしてください。りんくん、なみちゃん、嘘でありがとうございます。言っちゃった。ごめんね、お待たせ。荷物が届いちゃった。間違えて住所見えないようにしないと。
けど、なんか3月31日っていい日ですよね。いい日にゆっくり寝れました。起きようと思ってた予定の、いや3時ぐらいか寝た。起きようと思ってた時間の5時ぐらいの今日かなと思ってたらぐっすり寝ちゃった。新しくね、カラコン頼んだんですよ。最近ね、大きいカラコンにしてたんですけど、なんかもうそろそろ小さいのに戻そうと思って。こんにちは。カラコンって何使ったか忘れるよな。でも忘れちゃうんですよ。あ、この時良かったなって思ってもさ、前何してたっけみたいな。本当忘れっぽいんだからって。こんにちは。あと2ヶ月半だよ。あと2ヶ月半もあるよ。逆に皆からの返信は後でゆっくりじっくり読ませていただきます。昨日の段階ではね、まだ来てなかったんだよな。ちゃんと届いてた？あーちゃん、ちょい黒髪なつしく、はちさん、なこじくん、みんな嘘だ、ありがとう。てかさ、昨日さ、指切れたって言ってたでしょ。今見たらもう修復してた。もちろん皆さん卒業した後も応援してくださいよ。もうな、ピンクの衣装ばっか着ちゃってるかもしれないけど、反動でなかなかピンク着れなくて、いつも黄色だったから。こんにちは。
にちは。表情曇ってる？寝起きやからかな。びっくりした？だからそっちが寂しいと猫がもうしてる。卒業後は何かで生配信した？もちろん。こんにちは。いや22時からってのは YNN の配信が22時まであるのに22時からしちゃダメってなってたから、まあ20時ぐらいかと思ったかったけど、ちょい赤髪の女子クソでありがとうって言われ、帰りは皆さん先輩方もメッセージ送ってくださってたんですけど、もうレイさんのメッセージがめっちゃ嬉しかったよな、個人的に。こんにちは。自然で涙が出てきた、ごめんね、びっくりさせちゃって。まあすごファンというか、栄養ドリンクだけ飲みました。けどね、なんかママなかなか寝れないって言ってて、昨日けど寝るときにそっと手を握ってくれました。絶対ママとファンの皆さんを幸せにしたいぞというお気持ちでございます。まあ今日からもう卒業後のカットも考えて、いろいろ本当に自分も卒業寂しい悲しいって悲しんでる暇もないので、次のステップの準備を今日から頑張りたいと思います。初めて泣きながらもう返事してありがとう。僕は今後の活躍の夢に夢中で溢れて、いやいやそういう声もめっちゃ嬉しいです。こんにちは。いやいや金髪はせえへんかもしれんな、結構黒が好きだから。ファイトありがとう。ランキングもマッチュウさん、キックさん、12位タックン、 TY さん、11位カレンちゃん、10位ヨシくん、9位ヨシパパさん、8位川崎さん、7位あゆみくん、ハンバーグリーさん、6位ちょい赤髪のあつしくん、5位パイセンくん、4位きよみくん、3位チャンピオン、2位さとみち、そして8位はトゥルントゥン江戸川くんでした。ありがとうございました。
長川くん、もう一人、3、2、1。長川くん、これからもずっと大好きだよ。ありがとうございました。今日も頑張りましょう。